考はどのようにあなたの人生の経験を生み出しますか？あなたが自分自身に与えることを許すどんな知識もあなたの体の中で最初に現実になり、感情として登録されます。アイデアが無制限であるほど、体全体に発射される頻度が高くなり、速くなります。したがって、あなたの体で経験される高値、またはラッシュが大きいほど、その感情は記録され、与えられた頻度で、あなたの魂に保存されます。あなたの魂に記録されたすべての思考の感覚は、期待としてあなたのオーラに出されます。その期待は、あなたのライトフィールドの電磁部分を活性化して、あなたに引き寄せます磁石のように引くあなたの思考が何であるかに似ています。それは、あなたの状況、物、物、または人々に引き寄せられ、あなたのすべての思考から、あなたの体で経験されるのと同じ感情を生み出します。どうして？だから、あなたは知恵と呼ばれる経験の章のために三次元の現実を通して、あなたの考えを経験することができます。あなたの欲望はどのように現れていますか？願いは、物、人、または経験を通して見られる充実感に他なりません。あなたが自分自身に感じさせる充実感の考えが何であれ、あなたの体はあなたの電磁界を通して去ります。あなたの体で経験した欲求から同じ感覚を生み出すものは何でも描くことは意識の流れに入ります。その欲求があなたの体の中でより徹底的かつ激しく感じられるほど、その欲求はより完全になります。そして、あなたの欲望が満たされることを絶対的に確実に知っているほど、権限はより早くなります。完全な知識は、オーラフィールドを通して出される期待を高め、したがって、あなたの欲望を権限するあなたの力を増幅する。高周波思考です。あなたの欲望を明らかにするために、あなたがしなければならないのは、あなたが望むものを何でも感じることです。そしてその感情は、あなたの欲望を満たすために宇宙に送り返されます。これで全てです。私は、あなたが人生の全ての目標を達成することを願っています。祝福されてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。